未確認フューチャーとか言いますよ。未確認フューチャー懐かしい。なんかそういえばさ、本日2月ぐらいからちょっと活動頑張ろうかなのフェーズに入るんやけどさ、逆に動画とか配信を頑張るからこそちょっと新しいことを始めようとしてて、チョコザップ行こうかなと思ってて。なぜかっていうとね、今配信動画を頑張るってなるとさ、でかつ俺バイトも週1にすんのよってなると、絶対俺外出えへんようなんだよな。でずっともうデスクのところに座って、まあ作業作業ってなるから、はぁ、あ、体に悪いぞって。前々からちょっとやっぱりね、リングフィットアドベンチャーを2ヶ月毎日やるみたいなのをやってた時期があるのをね、見て分かる通り、やっぱ気になってんのよ。腹とか脂肪とかねっていうのもあるし、もう単純に健康面やっぱ気になるから、ちょっとチョコザップやろうかなと思ってて。たださ、なんかやっぱいわゆるそういうジムみたいなところに行くとさ、やっぱ何がいいかってさ、ジム入った後にそのままそこでシャワー浴びれるのってめちゃくちゃ魅力やと思うよな。ただな、やっぱチョコザップってめちゃくちゃその価格とか安い人件費を削ってるからさ、シャワーがないんよな。ほんまにマジで筋トレの設備しかないから。逆にさ、超本格派の設備が揃ってないのであれば、家で筋トレをすればいいじゃないかという話でもあるんやけどさ、お金をある程度払うことによってさ、自分にこう貸すっていうのは大事だと思うよな。責任が伴うから。そんなに俺裕福じゃないから、安いとはいえさ、月3000円払うのってさ、まあまあ重いわけや。3000円あったらさ、いい焼肉の食べ放題いけるぞ。そんな中それを選ぶってことは、それ相応の努力をしないといけないから、何回行ってもいいしな。いいよな、普通にさ24時間っていうのもいいわ。なんか深夜ってさ、俺を受け入れ、俺をというかさ、深夜って人間を受け入れてくれるさ場所が少なすぎるんよな。せっかく深夜にめちゃくちゃメイディングで起きてる、このまま YouTube をずっと見てるのもなんかちょっと退屈やな。なんか外に出たい気分になったなってなった時にさ、外に出て俺を許容してくれる空間ってコンビニしかないわけ。そんな中チョコザップがあるとさ、いいよな。チョコザップに行ってさ、ほんでなんとなくいつもお昼に行くんよ。やっぱバイト帰りとかバイトの前とかに行って、でなんとなく毎回同じタイミングでおる同世代ぐらいの女の人がおんのよこれ確定でおんねんけどさ、でなんとなく、ほんまになんとなく超意識してるとか、お互い声をかけるとかでもなく、あ、毎回おるなみたいな感覚なんよ。で深夜外に出たいなって気持ちになった時にチョコザップに行くでしょ。ほんだらいつもお昼におるその同世代ぐらいの女の子がおんねん。でそこで初めて声をかけんねん。あれ、あなたっていつもいるみたいな。でこの時間もここチョコザップ来てるんですかみたいな。あのその実はそうで、え、もしかして寝れなくなっちゃった感じですかみたいなこと言ったら、目を伏せてさ、頬を紅潮させながら、へへ、まあそんな感じですって。人差し指、右人差し指、左人差し指でちょんちょんしてもいいわ。でもうすでに俺より先に運動トレーニングを始めてたから、ちょっと汗ばんでんねんな。チョコザップ値千金、3000円でこの体験が買える、神の施設で、おい、出会い系アプリで3000円払った方がいいのでは。出会い系はな、出会い系のダメなところはね、全員が出会おうとしてるところなんやな。やっぱね、出会おうとしてないところで出会うのが一番ロマンスじゃないか。出会いをさ、意識的に起こしてるようじゃちょっとなんか薄いというか、出会いはさ、自分からこう呼び寄せるものじゃなくて不意に訪れるもんじゃない。だってそれこそさ、だから今俺チョコザップそんな出会いがあるなら行こうからみたいなこと言ってたけどさ、そんな出会いなんてまあないやん。だってけど予想外のところで出会いがあるとやっぱ嬉しいからな。出会い系って俺正直システムとしてさ、別にそんな嫌悪感があるわけじゃなくて別にいいよなと思うけど、ただやっぱ青春症をこじらせてるからさ、学校ってさ、学校っていう空間は出会おうと思ってそこに集まったわけじゃなくてさ、各々が各々の理由、なんとなくこういう仕事に将来就きたいからとか、塾の先生に勧められたからとかさ、それぞれがそれぞれの理由で学校に集まって、でそこで出会いを果たしてるわけやんか。だからみんながこの人と出会おう、こういう目的の人と出会おうと思って学校に集まってるわけじゃないのに、そこで意気投合して友達なり彼女なりができるっていう、それがやっぱ尊さなわけないよ。けどね、やっぱ出会い系のアプリはね、それがない。全員が同じ目的に出会おうというその目的のもとアプリを使ってるから、それがダメ。早く古びた田舎の旅館で若おかみと出会いたいんやけど、や本当にな、本当にお客さんもいないのでつってさ、深夜に10時ぐらいに俺一人でお風呂入ってたらさ、あのお客さんも今日本日はおりませんのでつって若おかみがさ、タオルで胸元を隠しながらさ、お風呂場のところに現れんのよ。でも湯気でちょっとタオルがさ湿ってて体がちょっと透けてんのよね。よいしょ